どうも、ワシトークコウキです。えー、ということで、本日も動画の方、撮っていこうかなと思うんですけど、えー、現在の時刻がですね、すいません、またちょっと遅い時間で申し訳ないんですけど、今1時半ですね。えー、日付が変わって11月29水曜日になったところなんですけど、昨日ちょっと、あの、夜、 出かけてまして、さっき帰ってきてで、うんでん動画撮らずに。普通にお風呂入って寝ようかなと思っていたんですけど、あの今日ちょっと移動で電車使ってたんですけど、まああの電車の移動中ね。ちょっと youtube とかずっと、うん、えー、見てたんですけど、まあなんかあの？スポーツニュースまあ、僕その野球プロ野球ね。楽天好きなんでやっぱりあのおすすめとかにあの楽天の？ 内容がねポンポンポンって出てくるんですけどなんか出てくるその内容っていうのがもう全部なんかあの安楽とシュパハラ事件のねこう内容だったりそれのなんか2ちゃんまとめみたいな、ま、皆さん見る人ねいると思うんですけど普段、うんあればっか出てきてなんかあの連日楽天のもうニュースといえばそれしか出てこないみたいな感じで、うんまあ、なんかちょっとさすがに僕もこうなんか。 まあ嫌気がさしてきたというか、うん、うんあのーまあ、そんな、えー、状況で,、うんでまあ、楽天ファンの方も、まあ、僕と同じ、えー、気持ちの方多いと思うんですけど、うんまあ、ん本来であれば、うんまあ、今、もうシーズン終わってねオフに入ってで、まあ、今、ちょうどストーブリーグがね暑いので、うんまあ、今、結構ね今年増した選手がどこ行ってみたいな、えー、どんどん、ね、獲得ニュースだったり。 えそんなのはねこう盛り上がっているんですけど、まあ、楽天だけ本当違うところでちょっと今、うんまあ、悪目立ちしちゃっていて、うん、でなんかそれがこう日に日に悪化してるというか、うんまあ、今ねこの、まあ、パワハラの件についてアンケートを取ったりとかいろいろ球団では動いてると思うんですけど、うんまあ、なんか普通にそういうところで、うん、まあ 世間のこう目というか、まあ、YouTube のおすすめの動画とか見せても、なんかそんなのばっかで、さすがに僕もこう、悲しくなってきたというか、うん。まあ、の25日の明け方かな、にえー、土曜日、明け方にそのニュースが出てね、うん、で、えー、26日、日曜日にあるにライブ配信やって、で、月曜、火曜、水曜とね、えー、立ってるわけなんですけど、うん。う、えー、なんか日に日にね、 どん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 ことが大きくなってるし、うんまあ、最悪もっとこうそのパ,パワハラに関与してた選手がいるんじゃないかとか、うん、なんかそんな話もこう出てきていて、うん、まあなんか普通に、うん、なんか YouTube 開くのもちょっと嫌になってくるというか、うん、あの悲しいですねその出てくるほんとおすすめに出てくるのがさ僕楽天ねまあ好きだしその野球の やつっかなんですよ、うん、もうなんかな,な,んか何なにす何何を勧めされてんだろうなってこう一楽天ファンとして思ってしまってね、うん、まあそんな同じ今日は、えー、気持ちを持ったこう楽天ファンと共になんかまあライブ配信で本当は話そうかもやったんですけどちょっともう時間が時間だったんで、うん、まああのー、この動画配信という形で、えー、通常の、えー、横動画 でちょっと撮って話をしようかなっていうところで、うん、まあそのうんこう心を痛めた楽天ファンがちょっとつ集える場をね一つ作りたかったなっていうので今この動画配信、えー、動,画動画配信じゃない動画撮ってるんですけどうん、うん、まあなんか,か,かな悲しいですね本当にうん何、うん、て言ったらいいんですかね、うん、まああのうん僕も東京に住んでて でかれこれもう17年かな、うん、17年楽天ファンやってて、うんえー、中1の時から楽天ファンやってるんですけどうーんで <laughs> ねわし、まあ、トークも始めて早3年ですか経、うんえー、ってねまあ皆さんにもちょっとずつ認知していただいてねまあこう本当全国12球団の中でもね、まあ、決して正直母体の数でいうと楽天ファンって12球団の中でねもう、まあ、トップ とまあ、巨人阪神並んで多いみたいな、ね、チームではないんですけどそれでもこうコアな、ね、こうファンの方々がこうワシトークに集ってくださって、うんまあ、僕も、ね、あの楽しく本当にやらせていただいててもう皆さんに感謝しかないんですけど、うんまあ、直近のこのニュースが出て、うんでまあ、最初は、ね、なんだこれっていう感じで見てたところから、まあ、日に日に、うんまあ、ことが悪化しておりまして。うん でなんかね本当はもうちょっと今年ね、まあ、それこそ今契約更改やってるんで頑張ったお子ちゃんとか、うんまあ、林とかもねあの先日、えー、契約更改があって、うん、あの年俸上がってさ、うん、あの林は今背番号66っすけど、ね、あの藤田プロの6番つけたいってねいうことをこうしっかりねこう名言というか自分で言ったりして、うん、すごくねあのそのことってめちゃくちゃいいことなんですよね。うん 頑張った選手がね、まあ、お給料上がってっていうところで、うん、お子ちゃんも、えー、850万から3100万かな、うんまあ、今年、あのー、おごちゃん自身も言ってたねあの阪神戦のねあの試合をきっかけにあそこからね本当にチームも、えー、変わったと思いますし、うんあのー、後半はね非常にこう見てて、えー、楽しいシーズンだったなっていうふうに思っていたんですけど、うん、ねでいざ、えー 監督も変わって来年2024年シーズンかなもうはや20周年ぐらいですか、うん、あ 20, 周年ぐらい20周年ぐらいというか20周年かな、うんえー、だと思うんですけどごめん間違ったら申し訳ないです2005年からだからちょうど20周年、うん、ちょっと計算間違えたらごめんなさい、えー、なんですけど、えー、そんな、えー、タイミングで、まあ、今井新監督になってで僕の大好きな n a o さんもヘッドコーチで入ってってことで、まあ、非常にね ここまた石井さんがやってた野球3年間の違うものをね見れるなっていうところでまああの楽しみにねうんまあ契約更改を経てえ来年ねこうわかんないあの急にね優勝もしかしたらあの1年目からね今井監督も1年目で優勝難しいかもしれないけど何か今年えあのさらに言うとまあここ3年石井さんがやってた野球とは違ったものをねえ見れるんじゃないかなというのは非常にね こう楽しみにえ今ねまああんまりそのオフシーズンのニュースってなかったんですけどえ楽しみにしているさなかでまあ今回この出来事が起こってっていうところでうん本当に悲しいしうんそれこそねあのライブ配信でもえお話をしたんですけど結構楽天のねまあファンの方は球団の公式のねまあそのショート動画だったりね結構いろいろまああの球団の、えー こうスタッフさんがね、えー、積極的にやってくれてそのシーズン中でも、えー、そういういショート動画とかで、ねまあ、いろんなその選手の裏、練習風景とかねあの見せてくれてたんで、うん、本当にこう和気あいあいと、うんえー、楽しそうにやってる姿も伝わってましたし、うん、なんか、うん、本当に若い選手がね、えー、どん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 ん、えー、今年はね特に出てきた年,年でもあったので。うん あのあいい感じの雰囲気でやってるんだなっていうのも、えー、すごい、えー、感じてたからこそ、うん、なんか今回のこの事件を、うん、全貌が明らかになってきてで日に日に悪化していくなんかニュースを見て非常に僕は、えー、心を痛めてるというね、えー、状況で、うんまあ、僕まあんまり、うん、こういうふうにまああんまり思うことも普段ないんですけど、うんうん、そんな僕がこういう状況なのでまあ ね、あの他の楽天ファンの皆さんもねおそらく、うん、日々、うん、こう出てくるニュースに対して心を痛めてるファンの方は、ね、僕と同じように少なからずいらっしゃるんじゃないかなというところで、うんまあ、楽天の検索してニュース調べる,調べるっていうか、ね、あの YouTube、ね、やっても今もうみっちゃんまとめの,そのパワハラ安楽さんの、ね、内容ばっかだし。うん なんか全然 YouTube もだから見せてつまんないし、うん。なんか別にね、楽天ファンあそ,それを見たくて、きっとねあの、YouTube 開いてる方は少ないと思うんですけど、うんまあ、もちろんその動向ってる方はね、えー、気になるとは思うんですけど、いやー、なんか、なんとも言えないというか、うん、うん悲しくて、ちょっと言葉に僕もつまるんですけど、 うん、いやー本当に <laughs> あに平手打ちの件も2021年のね2月っていうところで、えー、こう公表されててでちょうどさなんかワシトーク始めたのがそれぐらいの時期だったんで、うん、なんかその3年間今やってきた中でねあのうんそのう裏ではまあこういうことがあったのかなって。 思うとなんかちょっとマジで悲しくなってくる部分がすごく大きくて、うん、ちょうどね、まあ石井さんになったタイミングで僕もね、まあ楽天の YouTuber さんって特にいなかったんで、えー、その頃、うん、今もほぼいないんですけど、うん、そんな中で、うん、まあ、ちょっとやってみようかなっていうところで初めて、まあ早三年どうにかやってこれたんですけど、うん、なんかその頃からこの、ね、裏でパワハラとかそういうのがあったっておも なんか思い始めるとなんかもうなんかめちゃくちゃ悲しくてうん好きな球団の裏ではこんなことがあったんだなっていうところに行くとうん本当にまあちょっとうまく話せなくて申し訳ないんですけどうんマジで悲しいですねうんだからまあちょっと早めにねえできればなんかことが片付いてうんあのちょっと明るい 話題だったりね、えー、そういう話をしたいんですけど、まあ、直近だとこうやっぱりこのニュースが中心になっちゃうのも僕は正直悲しくてうん,うーん切ないっすねうん,うんだからなんかたられ場で申し訳ないけど申し訳ないんですけど、ね、あの僕なんかがちょうどファンになったのが2000だマー君が僕 楽天イングスに入団するんで入団するってなったんで楽天ファンになったのが本当きっかけでもう今ね早い17年ぐらいねファンやってるんですけどその頃ってこう監督は野ムさんでうんで優勝した年はまあ星野さんでねまああのお二方とももう亡くなってしまったんですけどだ今のチームをじゃあ例えばですけどまあね星野さんとかが率いてたら。 果たしてこういうことがあったのかなとか思っちゃう部分もあるし、うん、ねあの、本当に、うん、なんかそういう風に考えたりすると、まあもちろんねあの、石井監督だったからダメとかそういう話じゃないんですけど、うーん、なんか、また監督、まあ監督の問題じゃないのかなとは思うんですけど、なんか、うん、なんかそういうとこの厳しさというか、ある,ある意味ね、うん。まあ ノム、ね、さんだったりこう星野さん星野監督っていうのはやっぱそこのねあのいるだけでこうチームが締まるというか、うん、そういうところは、まあ、近年正直あの仲いい,い,いね風なチーム状況っていうのは見てて分かるんですけどじゃあその頃の厳しさが今のチームチームにあるかって言ったらやっぱりおそらくないと思うし、うん、だその厳しさの、ね、ある意味ちょっとした厳しさっていうのが今の チームにあったら果たしてじゃあ今回のこの事件ってあったのかなとかいろいろ考えちゃっていや本当になんか悲しいですねうん皆さんも本当楽天ファンは特にねまあ心を痛めてる方もね非常に多いかなと思うんですけどうん,なんかずっと応援してきたチームの裏でこんなことがあったんだってなんか考えてしまうとなんかほん当にもう うん、悲しいしかごめんなさい出てこなくて申し訳ないですけど、うん、悲しいですね、はい、いや20102021年かな、うん、ワシトーク始めてまるまる3年裏でなんかパワハラったのかと思うとマジで悲しいですねはいまあねそんな中どうにかこうにかやってこれたのはもちろんね皆さんのおかげなんですけど うんずっと好きだった球団でこういうことが起こってしまったっていうのが、うん、本当に切なくて辛くて悲しいです、はいまあ、ちょっとねうまくまとまってないかもしれないんですけど、うん、なんか本当に今のこの数日,日あ、うん、4日5日経った えーまあ、一楽天ファンの気持ちということで、えー、この動画を、ね、見ていただけると、えー、すごく嬉しいんですけど、はあ、なんかマジで悲しいですね、うん <coughs>。YouTube マジで開けば、うん、なんかそれ,そればっかしか出てこないから <laughs>、ま、全部これじゃんみたいな感じで、うん、全然面白くないんで最近はあの遊戯王デュエルモンス モンスターズあの火曜日にやってるやつとか、うんえー、そんなんばっか見てるんですけど、うん、あとちょうどねなんかあの僕の大好きな三代目 JSOULBROTHERS のライブのなんか動画が一気に5日ぐらい連続でアップされてたんで、まあ、あのそういうのばっか見てるんですけどすみませんくだらなくて、うん、でもなんかそ,そういう感じでなんかこう楽天イーグルス以外の違うところにこう今娯楽を求めてる状態なんですよね、うん 本当はねもっと、この時期だと、だから、まあ、なんだろうな、ちょうど12月入るぐらいなんで、まあ、なんだろう、まあ、珍プレー、コープレイとか、ね、まあ、特にまコープー、まあ、ープレイまあ、それこそね、ベストナインとかも発表ありましたし、なんか、そういうので結構、ね、あの動画とだったりとかあるじゃないですか、うん。なんか、そういうのを、ねあのー、こう見てね、ああ、そういえばこんなプレイあったなとかね、いろいろ、うん、あのー、振り返りたいんですけど、<laughs> 今、全然そんな状況じゃないんで、もう、 あの今アンケート取って、うん、でなんかあの調査してるみたいなやつの結構まあ多分皆さんも YouTube のコメ,コメント欄とかって目通す人もね少なからずいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、なんかアンケートのその2ちゃんまとめみたいなやつの内容を見るとアンケートの内容小学生やんみたいなとか,なん,か <laughs> なんかそういうのばっかで <laughs> なななな何か何見てるんだ だろうって思う思しなんか何してるんだろうって思うしうんうーん,なんか好きな球団でマジでこういうことが起こってしまったっていうのは本当に非常に残念だと思うし、まあ、はっきり言って、まあ、今年もねいろいろこうまあちょっとねあの某選手の、ねまあ、不倫沙汰とかねあの、まあ、いろんなことで球界でねざわついたことってあったと思うんですけど ン、うん、トツで多分これ一番やばいでしょう、うん、今楽天で起きてるこの明るみになったパワハラのね内容っていうのが多分一番多分断トツでやばいと思いますんで、うん、なんかそのントツでやばいことがなんか楽天、まあ、大好きな球団で起きてしまったっていうことにやっぱりショックを隠せないですねうんまあね 決して不倫がいいとは、あ不,不,不倫がいいっていうか、不倫は悪いこと、ね、不倫とかそういうのってもう悪いことなんですけど、うんまあ、の下手したら今回の内容って普通にあの犯罪というか、うん、犯罪というか、まああれ、例の事件も犯罪だったんだっけちょっとあ,のあんまり詳しく知らないんだけどさ、その不,不倫絡みのやつね、うん、あんまり覚えてないし、興味ないんだけど、うんえー、ちょっとね、今回の楽天のやつは多分一番やばいと思うし、 うん、まあ本当タイミングがまだこれまだよまだこの時期だったのが本当に不幸中の幸いかなと思っててこれシーズン中にでも明るみになったらもうねシーズン終了だったと思うしその時点でね,、うんねうん、ただまあこの時期で良かったのはあるんだけどうん せっかくね監督を引き受けてくれた今井さんもかわいそうだし、うん、今井監督もね、あのーまあ、正直ね12キロの中でも、うん、もう最低レベルに多分安いねあの給料で、うん、あの受け負ってくれていざねやっていくぞって思ってくれたタイミングだったと思うのでうんなんかね 今江監督にもすごく今江監督も気の毒だったと思うしうん,なんかそういうところうんもうなんかいろいろ考えちゃうと本当にうん,なんか言葉にできないというかすいませんはいまあとにかくうん心をちょっと痛めてる楽天ファンも多いと思うんでえ今回のねこの動画を撮らせてもらって正直 うん、全然内容まとまってないかもしんないしうんあのー、うんちょっとうまく伝えられてるか分かんないんですけど、うんまあ、とにかくちょっと悲しいですねはい、えーまあ、心をね痛めてそのやり場のない気持ちだったり、うん、その思いっていうところで、うん、まあちょっと そう思ってる楽天ファンの方はね、まあ、なんかちょっとそれを共有できればいいなっていうので、そんな気持ちで動画の方撮らせてもらいました。はいまあとにかく一刻も早くですね、この事件が片付いて、うん、明るいね、来年こそ優勝するぞとね、先発ローテ誰やるんだろうねとか、どこで誰がレギュラー取るんだろうねとか、なんかそんな。 ね、楽しい話を早くしたいんですけど、現状ね、そういう正直状況でもないし、うん、YouTube を開けば本当に、うん、なんか悲しい、ねえー、現状がそこにあるので、うん、一日でも早く、えー、ことが片づき、また、えー、こういうことがもうないように、うん、球団の方でも勤めてもらいたいなと思います。はいうんまあ、ちょっとこの事件を減減った中で 1,、うん、1楽天ファンの意見として、えー、今回動画の方を撮らせてもらいました、うんはいえー、また、ねあのー、情報が入りましたら、えー、動画の方でお話をしていきたいと思いますんでお願いしますということで、はい、楽天ファン今ねみんな、えー、僕含めて辛い状態だと思うんですけど一緒に乗り越えていきましょうということで えー、一丸となってね、うんまあ、ちょっと好きな球団サポートしていくぞという気持ちがある方はぜひ、いいねで教えてください、はい。またチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、はい、終わりたいと思います。それでは